中西区台安街にあるこの家に入ると、台湾経済が戦後の不景気から徐々に抜け出していく過程をはじめ、台湾科学技術の発展の脈絡を見ることができます。彼は台湾経済の奇跡的かつ重要な推進人物であり、台湾の科学技術のゴッドファーザーでもあるのです。李克典、中共。